疲れ様、スラットです。今日はこちらジャイアントやっていきます。さあ今シーズンね、ジャイ何度も紹介したんですけど、まあ、結局強い。はい、本当にシーズン残り 2,3 日ぐらいではあるか。はい、おすすめです。トラゲね、困ってる方、でき悩んでる方、もうジャイ使っていけばなんか気づいたら勝ってんなみたいな結構あります。本当にね、5試合に1回、10試合に1回ぐらいはなんか知らんけど勝ってたなーっていう、はい、試合も結構出てくるんじゃないかなというわけで、今日は進化ナイトだね。なんかジャイも毎日毎日いろんなジャイが生まれてる気がする。今日は進化ナイトのジャイですね。なんかプリンス型のジャイもあれば、ボーラーのジャイもあれば、結構ね、なんでもある、なんでもあるが、エリポン入ってたりもあるし、ね、なんでもあるが、今日はあ、これペッカか。いや、この人ね、人力がうまいんですよね。もうちょっと熱いか。いや、フェニーがね、きつそう。これね、行きます。はい。意外とこういうの行った方がいいんですよ。え、熱い。え、なんで？え？ガーディアンは来るが、間に合え！でかい！よし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 。まあこういうね、気づけばなんかラッキーみたいな。え、相手苦しそうやみたいな。え、しかもこの工場の無料今4ワードぐらい取ってますね。端前ジャイフェニックスあるわ。行ってもいいんですけど、まあ一つやのが、まあ、無視されて逆サイフルブッパかな。いや、アンダペッカ、結果だったんや。え、射程長すぎだろお前。いや、でもいい。マザネク回収かな。おお、いや、でかいね。全然いい流れ、許容しちゃおう。余裕があるんだね。いや、この辺に持ってねえな。はい、取っちゃう。さあ、こういう削りもしながらお散歩できるかな、これ。よし、散歩して、いや、いいよ。トリトンが当たるくん、え、しかも相手の、いきます。で、もう一回トリトン行っちゃう。引っ張り合いっこして、トリトンで仲良くして、さすがにこのライトでオッケー、圏内ですね。え、てか普通にペッカに勝てんのがやばいよな。マジ普通に勝ったかんな、今なんもなんか気づいたら勝ってたな。え、美味しいな。さあ、この辺の箱も開けちゃうよ。外れ。え、いや、これがジャイなんでね。はい、今の環境。意味わかんないんですけど。意味わかんないけど、相性とかもない。何でも勝てます。さあ、一斉さんも、ペッカの人ではある。ペッカラムもあるし、ペッカ工場もあるけど、まあ、全然ゴブリンドリル、ジャイを使ってる可能性もあるか。お、ザップだったら、まあ、ペッカっぽくはなるな。ペッカか、ジャイ。あー、ペッカラムだな。あー、ペッカラムっすね。いやー、ライトニング来そう。いやー、いっでもいいが、まあ行かなくてもいいか。ケツジャイこれ弱いな。ペッカー一回いるもんな。ケツジャイは良くないね。さあ、ワンチャンライトニング打たれてもおかしくないこれ。
いやこれリットブレームが熱い。頑張れ。そこ勝ったら最高だったな。いやいいダメージ入ったっすね。しかもあんな2発ぐらい入る。ユニットの量によっては防衛ライトもあるが、進化ライトがやべえな。まあフェニーでもよかったかもね。もったいなかったかもね、これ今。まあまあいいダメージは入ってはいる。相手進化ザップ進化ライトなんで、こっからがね、耐えれるかな俺。一回本気の耐えが必要かもね。あ、フェニーにライト打ってくる可能性もある。大進しちゃう。あーめっちゃいい防衛だなそれ。これ進化ザップきます。そしてやべ、ダース1割る。いやでもなんか相性が良さそうな顔してる、ね、なんか相性が良さそうなんだな。なんだ、いやー大強いなぜか知らないが相性が良さそうです。ライトニング2発とかで終わんねえか。3発ぐらいいるか。まあペッカも何でもあるが、もうね前のめり前のめり野郎になっている。許して、許してくれなかったらちょっとやばいね。ベイビードラ野郎もやばいね。なんかマグツになってきたな。さすがにか。いやいい防衛ライトがあったりもします。いや耐えたなこれ。あー強すぎるそれトリトンいやペッカに連勝てんのやばいか。いやもうそんだけジャイ強いんすよね。うん上から上からかぶせていくんでね。さあよろしくと。何に負けるって、ジャイに負けます。はいジャイアントはジャイに負けます。マジで強いんだよな。いや言ってみはそうだけど珍しい。何これ、リトプリ読みとか出したんですけど意味なかったか。やべやべ、俺思ってたの全然違う。何これ、迫撃フェニーゴブリン。やべ終わりそう。許して。あ、スキラか。迫撃スキラなんですけど、もう一発？いや強っ全然俺らがダメージ与えるっていう。痛え痛えよ。まあ俺の最初の攻めが下手すぎたっすねこれは。いきます、レッツゴー。おいしい。ゴブリンね、なんか助型で結構流行ってるっすね。迫撃スケラなんかマジ迫撃置いてで迫撃をもう守りにしか置いてこない人もいます。よく助
ケラポイズンがね最近のジャイにちょっと刺さっちゃうんですよね。まあダガーにか、うん、だからもう迫撃で一生守って一生引きこもってスケラポイズングッドゲームみたいな結構いるんだよな。普通にきつい。まあボンバーで削れたらいいな俺は。えめっちゃいいリードできちゃった。怖っ。いやからのガーディアンスケラみたいなね。もうえ意外と悪くない防衛ですかね。いや行かなきゃ勝てないか。アルババも強いよな。あっちにタギ行け。そっちないね。いや間に合ってんなこれ。俺には分かんない。え間に合ってない。終わった終わった。スキュラがマジで入りすぎだろ。やめて。終わったー。迫撃スケラね。なんかまあスケラが強いんだよな。マザネクとか入れたくなっちゃいますよね。入れてもいいかスケラね。まあそんな多くはないっすね。もうジャイメタとして存在するぐらいかな。迫撃スケラハルク。さあバッバ。まあラバかゴレかかな。いやーゴレの方がいいけどババアやっすね。おおやべタワーに入れれないエナチョコライト来た。いやライドラいるっすね。絶対にって悪い。無視されんの嫌なんだよ。ババ咲いた後でもじゃあ行っていいかもね。うん今エリポンヒーラーね。いっちゃおうかな。今カウンターがグロいぐらい。やめようかな。足前進化ババあるか。それだけやめてほしいけど。可能性としてある。いやでも、ババを抑えた後のこの線ぐらいのダメージね、ちょっと大事。引っ張って。でここにバーバーを咲かせられたら俺はまあありがたいよね。美味しいね。そういうこと。ヒーラーもやめてね。いって絶対に。まあライあーそれ強いな。トルネで金器とかあんのこれ。めっちゃいい取り飛んだったりしたい。ああ、いいザップや。いや、まあでも結構いいダメージは入った。ババアやばいね、俺。ライドラはライトなんですけど、ババアは何ババアは何でトップするの。もう勝てそうだな。いやそれ強えな。トルネザップボンバーをそういう芝居方もある。いや流れはめっちゃいいんですけど、うーんって感じっすよ。でここは一回守ってもいいかもね。正直ライトニングをライトニング打っちゃいたい。
え、美味しくね。やばい、お前は働きすぎ。え、ババヤやべ。いや、多分守ったのいいね、偉いな私。いや、守るわいや、守れんのかな、だって攻めが飛んでんだもんな。守るしかねえよな。届くんかな。え、届かねえか。いや、わかんな。さすがにか。やべ、やっちった。ちょっとうざそう。一発でかい。それでいい。さよなら。もう守る。絶対守ってやる。うわー、それやばいな。なんかすごいな。トリトンが変な動きしてる。絶対守ってやる。絶対守ってやる。オッケー、ライティングで削って、さあ、危ねえ。ていうか勝った。ババライドラやばいね。もしファイヤーボールだったらエリコンちょっとたまるし、まあ、ババが突破できるけどライドラが無双しちゃうしみたいな。ババライドラのエリポンゴレか、ちょっと強そうだな。いや、まあよく守ったっすね。もう攻めない、攻めない判断良かったな。ポラリス、ゴブリンドリルよく使ってるイメージあんな今シーズンこの人。はい、早い。2秒できた。痛いね、どう考えても。やばすぎる。もうこれで600よ。これで600よ。ライトニング 1.5 回分よ今ので。コスパ良すぎん。いてぇ。多分やらめあるよな、多分。お、低めだね。いや、ライトニングあるかな。いやー、まあまあこれちょっと耐えるよ。このダメージが大事なんですよ。よし。このダメージで勝ちたい。左ね、しかも。やべやべ、この球やべいか。いい球さして、トリトン、うん、なあ、ふみふみしとるだけやお前。いや、痛えか。テスラとリトルプリンス、どちらにライトニングを打つか問題ね。進化タップがあったらなぁ、めっちゃやりやすいんですけど、まあないので、まあ適当か。まあテスラにライト打って、確実にダメージ稼ぐでもいい。早いな、リトプリ出すタイミングがいいな。でもこれでちょっと入るんでね。いや、正直それだけでいい。ガーディアン、声だけ。これマジやばい。いや、めっちゃいい対した。ふぅ。まあ、こっちは行くか。いや、あまりっぷりやべえな。サイクルがいい方向に謝っちゃう。いや、このフェニックス持ってねえが、まあいいか。持ってねえが、まあいいか。ちょっと耐えれ。まあ一発でいい。いや、この一発でかすぎる。追い抜きたかったが。
私は守る。なんか入ったんやけどやば、左から入ったんやけどやばすぎる、美味しすぎる。えやば、入ってなかったら際どかったな、際どかった正直。あざば、さあだいぶいい感じだな。来い、ナイト。まあ何でもあるよね。うん、まあ何でもあるよね。同じだな、同じすぎはする。まあ暇だし撃っちゃってもいい。これボンバー対応しなきゃ一発ぐらい殴りそうだし、いけ。まあリトプリス入ってるもんな。進化もん嫌だな。いや、このフェニックスがいらないな。で、端前ジャイアントだったら。もってねえが、まあまあ。この形ちょっと強そう。え？ヤナメか？生まれないが、まあ、ヤナメがある。でも、ボンバーこれ2発がでかい。もう一発？え？ああ、キンキー。偉いな。キング起動強いんですよね。お互いトリトントリトン。てか、ミラー対決っすね。まあ、今シーズンはそう。で、今行くと、まあ、フェニートリトン。まあ、なんでもあるか。一回、血合いして、エリアド取ってるんで。ライトニング刺したいね。進化ナイトあんのか、これ。ちょっといいな。フェニナイト行きたいな。フェニナイトで、ライトまで行けたら最高かな。うわ、いい防衛やな。これ多分ライトに打たない方が良かったかもな。自陣で回収できたらですね、多分全部そんな気がした。この美味しいの。ドラコでケツからいくか、ゆっくりいくわ。え、読んでたやん。やべ。いやー、無理せず行きたい。相手のユニット展開うまいんだ。え、外すとかない。いやー、さすがに。いや、耐えればね、勝てるんですよ、俺。
やばい。いや。エモル。でかい。やめて。ボンバだけやめて。いや、いらねえ。やばいね、流れ。絶望&ボーンの流れしてない。タワーだった。やばいそれ。うわー、これライトニングエアー負けた。待って、ボンバー一発入った。天才ボンバーいました、うちに。やばすげー、ボンバー一発分やね、これあれ入るんや正直終わってはいた。一発分なのか分かんねえか。勝てばいいか。あぶねー、ジャイ完全ミラーデッキか。ジャイゲーだな今。そう、え、待って、3515度、でかっ。勝てば俺3400、今季の最多だ。まあドリルかジャイヤー、なんだい。え、ウッドよ、ドリルっぽいな、めっちゃ。まあクロスみたいな落ちもワンチャンあるが、いや枯渇まさかの、全然違った。枯渇。いやー、まあうん、ボンバー下手なんだよな、マジ。よっ、下手くそなりに2発。近畿か、これ。おお。いや、全然いいな、別に。延命は来ない。あ、ミスってんの。まあ、バレルにはやらめがある。まあ行ったっていいな。ここにやらめ打ちたいな。え、ドリルなの、どういうこと相手の意見おもろくね。ドリルな今の感じで。やはり攻撃されすぎだろ、人気者だなお前。いや、ボンバーの角度悪いな。まあまあまあ。え、ドリルなん？てか、めっちゃ守ってくるやん。なるほど。ドリルなんやね。で、ボンバープリンセスか。あんま見ないね。守りたそう相手。進化テスラか、それ強い。いやー、まあ、ゆっくりね俺は。マジゆっくりか。相手の、いやでも攻めがね、ちょっと入っちゃってんのよくね。でウッドなんでボンバーは強い。そっち？でもすごいエムしてない。
スロ。めっちゃ強くないこれ。やばい。戦略的。ガーディアン、え、しかもテスラ咲いたらさ、それうまいね。そのタイミングで攻めてくる普通。あ、進化テスラだからか。え？トリトンこっち来たんやけど。でもマジでさ、こういう意味わかんねえことがあるんですよね。気づいたら勝ってるみたいな、ラッキーで。やばいっしょ。気づいたら、はいはいはい、止まんないよね。あとはもう端前から連打するだけです。いってらっしゃい、見てらっしゃい、寄ってらっしゃい、生まれてらっしゃい、進化ないと頑張って。いや、進化ないと頑張りすぎだな。おい、え、3500に勝ったぞ。強すぎんな。え？マジで強すぎないか、ジャイアント。今季初、3400だ。しかも41もらった。さ、世界76位ね。だいぶ調子いいか。いや、マジでもジャイ強すぎるっすね。普通に。うん。おすすめです。はい、皆さん、よければね、使ってみてください。では、お疲れ様でした。またね。